皆さんこんにちは、ミニッツ開発リーダーの岩崎です。今日はですね、ミニッツ MR03 EVO の追加情報ですね。ホビーショーなどでは、口頭では申し上げてるんですけれども、今日は最近ちょっとずつ問い合わせがある、EVO 基板に対してのブラシモーターの装着ですね、どうなってるのっていうのがいくつか問い合わせありましたので、そこをちょっとお見せしたいと思います。通常ですね、このようにブラシレスモーターがついてますね。おなじみのこの3本線でつながってます。で、こちらにそのブラシモーターついたものがあるんですけれども、このようにですね、青い線をつながないんですね。で、実際はこういったブラシモーターに、緑じゃないですね、黄色と赤の線がついた2本線のものが専用として販売されます。でこちらを搭載していただいて、基板側から出ているこの赤と黄色の線につないでもらいます。で、この状態で一応準備は完了なんですけれども、このままでは、ブラシモーターは動かないんですね。EVO 基板専用の ICS マネージャーのソフトを今開発中なんですけれども、そちらを使用していただいて、標準ではブラシレスモードになっているんですけど、そのブラシレスモードのチェックマークを外していただくとですね、ブラシモーターが回るようになります。早速ちょっと今ここに、ありますんで回してみたいと思います。で、どうせなのなと思いまして、双葉さんの送信機を持ってきています。で、こちらオレンジのアンテナということで、双葉さんの RF モジュールですね。で、こちらすでにですね、開発用のソフトウェアで今ブラシモードになってますんで、入れていただくと、このようにですね、青い LED がブラシモードの時は点滅するようになっています。で、実際このようにですね、握るとブラシモーターが一応回るようになっています。以前あったブラシ用の基板とですね、何ら変わらないですね。このようにですね、今回のEVO基板というのは、通常のブラシレスモーターの他にですね、ブラシモーターも接続できるようになっています。